What's up? 皆さんこんにちは、しほです。 What's up? 皆さんこんにちは、まるです。はい、今日はこの間インスタの方で、なんか YouTube の質問コーナーやるんで、質問募集しますって募集したところ、質問結構いただいたんで、はい、それについて回答していきたいと思います。なんか最近ね、めっちゃ天気悪くってね、天気は悪くないんやけど、今日は爆風です。そうなんですよ。なんか釣り行けると思った日に限って、爆風やったり波高かったりで、ちょっとついてない、ね、なんか最近行けてないもんね。室内でこうやるのが多いよね、じゃあ2人のね、インスタでこう募集したんで、交互にじゃあお互いやっていきましょうか。はい、じゃあ私たちの初めての質問コーナー、イエーイ。どっちから先？じゃあしおちゃんお願いします。じゃあ、まあ一番無難なとこから。はい、一番好きな釣りは何ですか？おお、ちょっと迷うけど、釣れるんがジギングなような気がして、ジギング好きかな。今は今現段階では思ってるな。ジギングは楽しい。うん、楽しい。動きもあるしね。でも私、この間初めてエギングして、ちょっとエギングにハマったかもしれない。まだ1回しか行ってないけど、なんかイカのあたりがちょっと面白かったなって。そう、もうちょっとちゃんとこう学んでやりたいなってめっちゃ思ってる今。じゃあ次行きましょうか。はい、次行きますか。ボート購入のきっかけはっていうのがあったんですけど、まあ、その YouTube やる前からこう知り合いっていうか知ってて、で一緒に YouTube やれたらいいよねっていう話から、じゃあちょっと自分たちのボート欲しいから、そう貯金しようみたいな、なんかそうちょっとぬるっとした感じ。そうだね。そうパンパンってはつけない感じやね。まあ帰ったらいいよねぐらいのテンションで貯金、二人で貯金し始めたって感じかな。じゃあ次は次行きます。しほまる釣り教室括弧お迎え開催してくださいっていうのと、あと、まあ、ガイドはしてもらえますか、遊具船としてと。あ、それ私も一緒に釣りに連れて行ってください、お金払うのですそう、なんかそれなんやけど、めっちゃ言われること多いんで、まあ、もちろん YouTube のこのメールの方にね、そういうのを送っていただいたりとか、まあ、もるちゃん多分 Twitter とかでもすごいね来てると思うし、インスタのその、まあ、今回は質問コーナーで出したからあれやけど、DM とかでもすごいそれ言っていただいてることが多いんで、ちゃんと私たちも考えてますちゃんと考えてます。でもさらに釣り具屋さん、そうよく行く、そう釣り具屋さんからもそういうのしたらどうっていうご提案いただいてとかしてるんで、それがこう、ね、村上翔太さんに船をいただいてこう直してる船もあるやんか。そう、それもあれも結構な人数が乗れるから、そういうのでもできたらいいし、まあ、その動画がこれなんですけど、この奇跡シリーズに続いてちょっと年内にまたさらに私たちちょっと奇跡を起こすので、す、ね、チャンネル登録をしてぜひ待っていただけたらなと。こうご期待で待っていただけたらなと思います。楽しみにしててください。はい、じゃあ次行きましょうか。魚料理はできるんですか？おー、多分なんかまるちゃんはそんなになんか言われへんかもしれないけど、私マジでなんか何もできないっていう。それはなんか聞く。そう、私何もできないみたいなイメージ結構強いらしくって、なんかちょっと魚さばいたやつとか乗せただけで、あ、なんか魚触れるんですねみたいなテンションが。あの子魚なんか触れるんやみたいなめっちゃ言われたことある。テンションやから、いや釣りしてる子は触れますみたいな。何の料理が得意？そうやね、最近ハマチめっちゃ釣ったやつとか、ハマチをさばくのはめっちゃ得意になったね。ハマチだけは今まあできるかなって感じで、でその料理としたら照り焼き結構するかな。ご飯にめっちゃ合うやつ、美味しいよね。うん、私はサワラ釣った時に、塩焼きで食べるのはもちろんなんだけど、味噌漬けが大好きで、めっちゃ美味しい。そう、もうそれを
絶対にする。 あとブリの照り焼きとかもするし、うん、あとさ竜田揚げ、そう竜田揚げ、うんうん、めっちゃ美味しい、美味しい、お刺身もやっぱ美味しいけど、うん、揚げたり焼いたり、そうお刺身だけじゃもう追いつかへんくなってくる食べきれ、そう食べきれへんくなってくるのよ。だからいろんな料理しますよね。うん、それで結構しますじゃあまるちゃん、この前さあのオアセンってさ、ちょっと時にさ、二人でこう料理したやんか。はい。タイの皮、なんか剥がすやん、めっちゃうまい。皮はめっちゃ剥がすびっくりした。二枚におろすっていうところ。あそこのこの入れるのめっちゃ気になってるな。びっくりした、なんか秒でビリビリビリって。めっちゃ笑ったもんね。じゃあ次、いきますか。お願いします。冬は何を釣るんですか？去年の冬は結構釣り行っとったんやけど、うんうん、マジ渋くって、12月、1月、2月、あ、ガッツぐらいまでいいよね。3月過ぎたらちょくちょくタイがこう出てくるけど、それまでちょっと渋くって、うん、で、メバリングをやっぱ冬はね、よく行くんやけど、うん、まあ、夜が多いやん、ね、メバルって。そうだから、私ら2人で行くのはちょっと夜やし、そう危ないし、で、あの岸壁さんギリギリのところで、そう結構こう操作しないといけないから、まあ、誰かに絶対ついてきてもらって行くしかないけど、ちょっとうちのマリーナの師匠たち、おじいちゃんたちが多いので夜が早くって、ね、寝ちゃうからね、夜早く寝ちゃうんですよ。だからあんまりついてきてくれる人がおらへんくって、だからあの庄司さんのあれじゃないですか、あれをまあちょっと年内に頑張って直して、なんか福島とはね、あっちの方はこっちがシーズンオフの時に、あっちもシーズンイン真っ只中やからね。そうそうそう、だからちょっと福島の黒潮のとこで年時期とかやりたいな、ね、でまあ向こうの次元、青門とか多分めちゃくちゃでかいと思う。それこそブリとか そっちでジギングしたり、そうね、そうマグロをちょっとやっと、うんうん、ずっとマグロ釣りたいって言ったとか、ね、やっといけるって感じや、うんうん、冬は串元でできれば、そうできれば串元でちょっととじきとかやりたいなと思ってます。でまあ庄司さんの船も今ちょっとこんな感じになってるんで、よかったら見てください。次、まるちゃんお願いします。2人は何つながりですかっていうのを聞けるんですけど、まあ昔からね、なんかちょっと知ってて、で、しほちゃんが免許、小型船舶に免許取った時にレンタルボートで釣り行くけどって言って誘ってもらって、うん、それからそうかな、まるちゃんが釣りにハマってくれて、うんうんうん、で、まあさっき言ったみたいに YouTube やろうかみたいな感じになって、うんうんうん、ボートかな、からもうずっと一緒にいます。さらにずっと一緒にいます。次行きますか。次行きますか。じゃあ10月までの超過で一番ワクワクした思い出は？やっぱりサワロです。95円のね、ね、サワロをまるちゃんが釣ったんですよ。その動画も多分これです。ぜひ見てください。あれはすごかったね。すごかったね。でもその前のあのしほちゃんの悔しさがあったから多分それも動画これをここで見てあります。そう、もうあれほんまにショックやったけど、え、次の日ぐらいかな、結構すぐやったよね、あれから。そう、すぐまるちゃんがちょっと上げてくれたから、もう手振れと思って、2人ともやばい、また切れたかった、切れたらどうしようみたいな、2人でウィーって言いながら釣り上げたもんね。美味しかった、美味しかった。もう私釣り上げたって言ったら、うん、あの初アコ、高級魚の、ね、うん、しかもまま大きかった、40センチぐらいのね、うんうん、アコをちょっと釣ったんですよ。多分その動画もあります。ありますね。最初は私マジでなんかでっかいガシラ上がってきた。言った。え、ガシラでかくない？で、いやまさかさアコを釣れるなんてさ思わへんからさ。微塵も思ってなかった。このガシラ成長しすぎやろぐらいのこうテンションで言ってさ上げたらさ、まさかのアコやって。ええ、そうだったね。びっくりした。でさあの時石油桟橋でさ、こうアジの聖地やから、はいはい、アジを狙おうって言ってさ。まさかのアコやってさ、私がさ、でっかいガシラ来たって言ったら、横からさ、いやそれアコやないか
めっちゃ超冷静に突っ込まれたやつ。そうそうそう。あれ面白い、面白かったね。頑張るサワー、90センチ超えのサワラと、私はアコ、初アコがやっぱり印象に残ってるから印象的かな。じゃあ次行きましょうか。はい、次行きます。酒と魚どっちが好きですか？多分私らのインスタライブを見てたんでしょうね。どっちも同じ、どっちも好きやな。どっちやろう。どっちも同じぐらい好きやけど、うん、でも、うん、なんかお酒はやめ、絶対やめなさいって言われたらやめれるけど、うんうんうん、釣りは絶対やめなさいって言われてもやめられへん気がする。そうやね、どっちか言ったらどっちの方が大きいかな。そう、ていうかやっぱ魚の方が大きいかな、うん、私結構昔からさ、お肉より魚の方が好きやって、うん、魚はめっちゃ永遠に好きやと思って、うん、やっぱ釣って食べれるっていう、そう、そのなんか幸福感がやっぱりやめられへん、うんうん、だってお酒は作って飲まれへん、作られへん。そう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 。お酒あっての魚、魚あってのお酒っていうことやから、うん、酒の魚って言うじゃないですか。言うね、ね、やっぱりどっちも大好きです。大好きです。もう切り離せへんからね。そうそうそう。うん、次行きましょう。はい、じゃあ次行きましょう。普通に飲みたいってきて。ああ。多分私らと一緒に飲みたいってことかな。飲まない方がいいかもしれない。こんな人間なんか、こんな人間なんかって幻滅されそうやから、ちょっとやめと、やめといた方がいい気がする。あのインスタライブで一緒に飲むっていうぐらいがもうちょうどいいかもしれない。そうそうそう、あれぐらいがちょうどいいと思う。そうそう、そうやって一緒に釣り行きたいとかさ、こう言ってくれてるやんか。なんかそういう時とかに、なんかちょっと釣り終わってからみんなでちょっといっぱいぐらい飲むっていう、そういうのも面白いかもしれないね。まあ、一杯ぐらいやったら大丈夫。深酒をしてしまったらやばいけど、一杯ぐらいやったら大丈夫いつものままで。しほちゃん、折れるから、しほちゃん、まるちゃん、折れるから大丈夫。そういうのも楽しそうよね。そうやね。じゃあ次行きましょうか。はい、じゃあ次行きます。ちょっとね、これはなかなかすごい難しいこと言うよ。すると難しい、深すぎるよね。深いな。なんかさ、私たちが釣り始めて、で、まあ、師匠だったりで周りの人たちとかさ、まあ、いろんな人に助けてもらいながらやって、なんていうかな、ただ釣りして食べてるだけじゃなくて、こういろんな人とつながりみたいな。そうね、喜び少女の街で、うん、こういろんな人と出会って、うん、で、まあ、こう YouTube が始めて、うん、でさらにこうやって、うん、輪がどんどん輪がどんどん広まっていってるから、釣りとは人生そのものですかね。どうや、どうや。いやでもほんまにね、なんか、うん、どん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 こう大きくなっていってるのがすごい楽しい、うん、楽しいね。じゃあ次行きますか。はい、お願いします。船舶免許いくらですか？多分場所によっても、うん、ちょっと変わってくると思う、うん、その取りに行く場所によって。あ、はいはいはい、私は、2級で10万円前後ぐらいやった気がする。9万なんぼで消費税入れて10万円ぐらいやったような気がする。でも多分どこもそれぐらいやと思う。10万円前後で2級は取れると思います。私もそろそろね、取りに行かなあかんね。いつもしほちゃんに行ってもらって。いやいやいやまるちゃんの運転でもちょっと怖い。ちょっと怖いかも。じゃあ次行きますか。今まで自分で釣った魚で一番美味しかった料理は何ですか？結構みんな料理が気になる。ね、やっぱ食べるところまで見たいって前もコメントもらってた感じなので、やっぱり気になる。気になるよね。料理が美味しかった。サワラ。サワラは美味しいよね。サワラマジで油すごいやんか。あ、私一回さ、魚焼き器燃えたんよ。マジマジマジ、ほんまに発火。え、ほんまに。え、なんかこう、うちだけかもしれないけど、魚焼き器の下にこう油が落ちるからアルミホイルを引いてるんやんか。で、まあ掃除楽の楽に、あ、水入れへん、
そうそう、だからアルミホイルで引いてて、まあ、筋が楽になるようにってやってるんだけど、そのアルミホイルを、うん、その、まあ、ちょっと汚いけど、変えてなかったわけ、はいはいはい、だからこう下に油が落ちて、こうちょっと固まってるなんかこう、油の層があったわけやね、そうそうそう、それにサワラ乗せたら、めっちゃ油がこうやっぱ出るやんか、それでマジ燃えて、黒い煙出てきて、マジでほんまに怖かった、いやすごかった、めっちゃやばいよこれ、もう部屋中めっちゃ煙たくて、それで気づいたの、あ、なにこれって、そう、なにこれと思って行ったら、サワラ燃えとった、それぐらい油、悲しいね、それぐらい油すごい、すごい、でもすごいよね、油サワラ美味しいね、美味しい、私ね、ちょっとね、オーブントースターでね、アルミホイルで、へぇ、なんか、こっちの方が油が逃げんの、うん、美味しい、ふわふわなの、なんかアルミホイルちょっとこう、角が出るんですか、はいはいはい、私はタチウオの天ぷら、あーそれまでやったことない、マジで美味しいから、美味しそう、やってほしい、シソと一緒に入って天ぷらにするのがめちゃくちゃ美味しい、美味しそう、食べたかったね、食べたかったな、なかったなかった、じゃあ次いきますか、チリシに北海道って来ないんですか、桜マスあるか、サクラマスやってみませんか、だって、だって北海道に着いとかなんかな、やばくない、うん、壮大、壮大そう、でも絶対美味しいよね、美味しそう、私北海道行ったことないよ、あ、そっか、そう、だからそう、釣りで行けるなんて最高、うん、最高だよね、で、この間友達に、あ、そう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 、酒をもらって、ね、北海道でね、釣りして、うん、なんかもうあまりにも楽しすぎて釣りすぎたからこっち持って帰ってくるのに もらってって言われて、すっごい大きかったもんね、めっちゃ大きかった、もう迫力すごかった、ね、顔も顔もね、まあそれがちょっとこの動画なので見てください、ね、いいですね、北海道の釣りね、じゃあ次、はい、嬉しいコメント来てるで、お二人とも綺麗で可愛い美しさを保つ秘訣は何ですか、おそっか、まあでもとにかく日焼け止め、顔がもうめっちゃ塗ってるから、こういうのね、その後の保湿とかとか結構してるかな、前まるちゃんに怒られたもん日焼け止め塗らなあかんよ私マジで日焼け止め塗らへんからしおちゃん焼けすぎてめっちゃ黒いから、あだ名何やったチョコボールチョコボールって言われてるんですよ、最近周りの人にやばくないですか、焼けすぎて、おいチョコボールって言われて、めっちゃ黒なったのに、でも私また本当にやばい、やっぱり釣りするようになって、こう直で火を浴びるようになって、やっぱりちょっとこうシミというものが薄く出てきたから、友達がこうエステティックサロンとやってたりとかするから、日焼けしすぎた時とかはもうそこに駆け込んでめっちゃそういう保湿とかしてもらってます、じゃあ次行きますか、はい、次お願いします、いつもどこで釣りされてるんですか、もう私ら卑怯かもしれへんけどさ、マリエラの師匠とか朝早いやんか、うん、で私ら来た時にもう釣り終わってこういてるやん、うん、だから今日何釣れましたって聞いて釣れてるのが多いやつにこう行ったりとか、ポイント聞いて行ったりとかするから、結構近場が多いね、橋越えたやったことは明石海峡橋を、まだないね、そう、東側行っても神戸空港だし、淡路島の方行っても淡路の北側とか横瀬とか、うん、そこら辺まで、ね、その辺までやから結構近場で、じゃあ次行きますか、はい、手話からも釣りしますか、ぜひエゲング市に石川県にも来てください、ガイドします、いやさ、その
まあ、さっきの北海道もそうなんやけど、はいはいはい、私ら昭和からって全く、うん、で、まあ、前のチャンネルから私がね、うん、前のチャンネルから見てくれてる人は知ってると思うんだけど、うん、まあ、私のおじいちゃんがこうマリーナを経営してて、最初から船釣りやったんよ。そう、一発目からこう釣り行こうってなった時から船釣りやったから、あんまりその手話っていうのが詳しくないのと、やっぱりまるちゃんとね YouTube やろうって言い出したのも、もう船を買ってしまったから、二人とも揃えてるタックルがもう全部船用やから、その昭和用っていうの、陸用のタックルを全く持ってなくて、そう、興味もあるしやりたいなとは思うねんけど、タックルがマジで何一つ持ってないと、この動画見てくれたらと思うんですけど、全部使い切ったんです、お金ね。そう、だから買うお金がないんです。でね、冬のボーナス出たらちょっとまた欲しいタックルがあるんで、ぜひ貸していただけるのかな。貸していただけて、教えていただけるなら、ぜひ遊びに行きたいです。じゃあ次行きましょうか。はい、今度ライブいつやるの、楽しみに待ってるよ。ビールジョッキの絵文字と一緒に、ビールジョッキの絵文字と一緒に。でも近々やりたいの。やりたいね。お酒飲みながら、みんなと乾杯しながらやりたいですね。まあ年内にあと1回2回はやりたいなと思ってるのと、まあできれば2人の予定があれば月1ぐらいではやっていきたいとは思ってます。インスタ人気者やのに YouTube 人気ないのなんてですか。ぐさぐさぐさ。いやでも私らまだ初めて2ヶ月なんですよ、 YouTube 3ヶ月目かな。そうやね、3ヶ月ぐらいは経ったかな、うん、まだ初めて3ヶ月なんですけど、まあちょっと、まあ、万再生ね言ってるのが日本と、まあ、着々とねチャンネル登録数もこう増えては、毎日どんどん増えてる、増えてはいってるんで、ね、頑張ってるんです。なんで皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ次行きましょうか。はい、2人は姉妹ですか、似てる、多分似てないと思う。でもよく言われるよね、兄弟のみたいな、姉妹のないないですよね。じゃあ次行きましょうか。カジキやってみたいですか。それはもうそのために和歌山に頑張って直してるんですよ。やってみたいけど、カジキはやってみたいですかっていう質問。やってみたいのはやってみたいけど、すごいお金かかるんですよ。いやらしい。ちらっと聞いたんですけど、すごいお金かかるんでしょ。高いんでしょ。高いんでしょ。トローリングなんでしょ。じゃあちょっと現実味がないかな。確かにね、なんかすごいお金がかかりそうや。私らのこの体力、無理そう。こんなマッチョ男10人くらい連れて行かの無理じゃない。無理そうじゃない。でも海谷達夫さん、海谷達夫さんみたいにこんな T シャツ結構それでもおもろいかもしれない。マッチョ全員がさ、こうやってなったらもうちょっと面白いかもしれない。まあそういうイメージだね。そうやね、そういうイメージ。魚釣りで笑っちゃう失敗はありますか。失敗じゃないけど、なんかこの前大和瀬行った時に、まるちゃんが船でずっとコケ取った。なんかいつもの船じゃなくて、ちょっと横がバックが浅いっていうかな、かからね、捕まるとこがなんかめっちゃ少なくて。なんか、動けたね、めっちゃっと。しかも、つるっとじゃなくて今そこでこけるみたいな、タイミングで。あ、なんか、ぬるりとこけたよね。そう、ぬるりと。私、2回もこけしてんけど、2回とも超ぬるりとこけとった。え、嘘よ、みたいな。まこけるあれはちょっと面白かった。この間、イカって言ったのか、あの時、しほちゃん、イカに指をガチガミされて、ガチガミされた、いったー、いったーって言って、その後すぐに、やったすぐ切り替え、めっ
っちゃ早かった。なんか基本さ、まあ、2人で編集こうしてるやんか、うん、で、まるちゃん横でこう見てく、見てチェックしたりとかしてくれてるやんか、そこめっちゃ巻き戻してめっちゃ何回も見た。不祥ちょっとその動画がこちらです。イエーイ、やばいやばい、痛い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 、大丈夫、ガチ噛まれてんけど。え、やばい、ほら見て、うわえ、イカって噛むんや、いっとやった、ガチ噛みされたんやけど。やばないこの切り替え。何回見ても笑える、一生笑えるの。いや、自分でも怖いもん。嬉しかったやろね、嬉しかったやろね、多分初イカ。次の質問いきますか。はい、いつもお二人ですか。最初ね、あの翼子行ったりとか、最初の方の釣りはちょっと2人でやってたんやけど、うん、やっぱりちょっとあの遠くの方に明石海峡、うん、あの辺とかってやっぱり行くようになって、うん、あの辺ってやっぱりさ潮の流れが速かったりとか、うん、やっぱそうなってきたら2人でこう持ってやるっていうのがちょっと限界を感じて、うんね、でまあ首もつけてたんやけど、うん、やっぱりそれだけやったら首の、ね、そう映像だけやったらやっぱり面白くないし、 でもダブルヒットとかした時とかはもう困るもん、困ってね、で、まあ、あの船もさ立てなあかん、うん、そうなんよね、でも免許持ってんの私だけやったら、うん、船立てながら釣りしながら動画撮るっていうこの3点セットちょっときつくって、うん、で最初はまあ固定カメラとかもつけてたんやけど、うん、やっぱりそれだけだとやっぱさ、あのいなんていうの、自分らもさずっとそこに立ってるわけじゃないから、うん、そうやっぱりこう枠外に行っちゃってるので、うん、あんまりカメラワークがうまくできなくって、うん、でまあマリーナの師匠たちはこうやっぱ時間に余裕の人が多いんで、ね、ポイントキープついでにちょっとついてきてって、午後からどうですか、午後便どうですかっていう、最近よく午後便どうですかっていう言葉よく言って言って、あのマリーナの師匠についてきてもらって、あの船を立ててもらうのと、あの撮ってもらう、動画撮ってもらうっていうこの2つを今はマリーナの師匠にお願いしてます。で2人でついてます。でね、まあ、あの立てることだけやってもらってるから、それ以外は全部私がポイント行くまでも帰るまでも止めるまでも全部私がちゃんと運転してるんで、まあ、ほんまにあれ船を撮ってもらったり、橋脚の近くとかやったらやっぱずっとこう前に出したり後ろに出したりでこうずっとエンジンをこうしとってもらえるとあかんから、それをお願いしたりとかするためにいつも一人続けてもらってます。なんか師匠によっちゃなんか釣りさせてくれやって途中でまず4点交代したりとかしてる時もそうあるから、そう、まあ、そんな感じで和気あいあいとやってます。ボックスの中身が見たいですっていう質問があったんですけど、じゃあ実際にちょっと今日爆風なんですけど船まで行って見てもらいましょうか。そうね、あ風やばい、見てください、すっげえ風、風やべえ、やば、よし、じゃあタックルボックス行こう。ちなみに今日の風は15ノットですね。釣り行きたかったけど行けんかったね。行けなかったです。見えるんかな、ほら船の下血のまみれやね、なんかめっちゃ船のそこの何か食べてたよ、あれおらへんくなった、お前めっちゃおったよね、ちょっと人の気配を感じてしまったんかな。5、6匹おったよ、5、6匹おった。船にやってきました。じゃあ今から紹介していきたいと思います。まずこちらです。これ2人で使ってるタックルボックスなんですけど、そうそう、ね、
やり始めた時から2人で一緒に買うことが多かったんで、ちょこちょこ2人で買い足しながら、なんかここまでたくさんのものを集めました。一緒に使ってます。これ映ってるんかな、ちゃんと映ってるかな、ちょっと分からん。じゃじゃん、オープン。これは師匠にもらったジグやね。めっちゃあるね、これ。めっちゃあるね。なんかみんないろいろくれるもんね。そうやね、くれるね。サビキ、サビキ、いろいろとあるね。ねー、で、おもりです。おもりやね、タイラバの時使ってるやつやね、うん、これこれ。あ、いいやつ出てくるじゃないですか。いつも私たちがキャスティングで使ってるやつの色違いやね。いいよね、そのこれいいよね、スリックバッカーサビキね、アミね、カゴね。これはタッチ、はい。結構無造作にいろいろ入ってるよね。これはお一人さんも2点限りやったから買ったけど、ちょっと何に使っていいかわからんやつやったらいつか使おう。いつか使おう。ジグサビキだね。うんうん。はい、いただきます。わお、めっちゃ重いが。これはジギングのジグですね。いろいろといろんなパターンがございます。この間でも私もう3本ぐらい買ってしました。ごめんなさい、いかないもんね。これもジグやね。パターンのロングですね。とかがめっちゃ長いもん。ここら辺の軸は釣り始めた2年前ぐらいに2人でドーンって買ったやつだよね、うん、そうやね。それも軸、これも軸やね。なんかやっぱさ、好みがあるっていうか、なんか似てるのが多いよね。ブルピン、ブルピン好き。これさ、今日さ、ジギング行こうって言ってさ、うん、興味いけるっしょ、ね、みたいな。いけるんちゃうって言ってたよね。ノリで行こうかみたいなってたけど、これいかんでよかったよね。いかんでよかった。エビですね。エビですか。これはキャスティングのルアー関係です。でもなんやかんやさ、このバイブレーションがさ一番釣れるからさ、うん、なんやかんや投げるってたらこれよね、うん、これ使ってもらうね。最高、うん、これもジグです。使ったことないね。めっちゃ綺麗じゃない。でも綺麗よ ね。これなんか四国かどっかでさ、うん、ちょっと手釣り行った時にさもらったやつじゃない。あ、そうやったかな、ね、それぐらいもう見てない。ジグね、うん、これはい、こっちもまあ似たような感じ、うん、ジグですね。やっぱりブルピン好きよ、うん、好き。180ぐらいがちょうどいいよ ね。やっぱり買い立ってないかな。釣りましょう、これで釣りましょう。ガンもありますよ。なんかこれ、根魚とかアコウとか釣れるって言って聞いて買ったんやけど、まだ一回も使ってないよね。うん、使って。使おう。したい釣りはいっぱいあるんやけどね、天気が悪いのよ。そうなのよ。まあなんかさ、いいでって聞いても一回師匠にさ、使い方とか教えてもらわんかったら、うん、結局使い方わからんやん。そうやね、どうなして使っていいかわからんから、うん、結局そのまま放置になってしまう。そうそうそう。これあれやんね、インチクの下につけるやつやんね。そうそう、かわいいやつ。かわいいよね。師匠がさ、これええであれええでって言ってさ、うん、買ってきてくれたりさ、まあ聞いて買ったりするけどさ、うんうん、使い方わからんのよね。そうやね、使い方まで教えてほしい。そこまでよね。あ、おもり。おもりやね。おもりですね。うん、これは、あ、これはタコじゃないですか。タコ釣りですね。タコの時に使ったエビですね。タコでももう一回ぐらい行きたい、ね。行きたい。タコ行きたい。ね、タコあの時しほちゃんめっちゃ釣って、私全然釣れなくて、まあ、リベンジ。リベンジ行きたいよね。しかもめっちゃ美味しかった。美味しかった。あれまださ、冷凍してるやつあるよ。うん、ある。あれ早く使いたい、ね。使いたいね。キャンプ行かな。キャンプ行きたいね。これも SLJ ですね。うん、なんかこの手のやつはいっぱいあるけど、うん、どんなんがいいんやろうね。ね、今は何がいいとか、うん、やっぱ流行りとかは、釣り具にもあるよね。でも去年ここら辺のやつで神戸空港でサバとか結構釣ったよね。そうやね。ちょい投げにちょうどいいジグやね。これで最後のケースになるんですけど、
これね、しほちゃん。はい、これ私が前 YouTube チャンネルやってた、その時に視聴者さんがプレゼントしてくれたものです。これなんか1個めっちゃ高いみたいで、この貼り付いてるこの1個しか、ね、そう使ったことないんやけど、もったいなくて、かっこいい。なくしたら泣くもん、うん、かっこいいよね、これめっちゃかっこいいよね。この横のさ、これとかすごいよね、作りめっちゃすごいよね。裏側がタチウオ用のジグです。大阪湾とかこの辺とかはタチウオのパターンも決まってるらしくって、このピンクとかシマシマとかグロー系とか紫とか、そういうのでみんなやってますね。紫私最近よく使うんやけど、これ横に突っ込んだやつ前使った。あ、そうやそうや、これまさにこれね、ここら辺からまさにこれです。まずこれで探って様子見るみたいな感じだよね、うん、そうやね。ジグ関係が入っているタックルのボックスはこんな感じで終了です。じゃあ次こっち行きますか。こっち行きましょうか。はい、これは主に釣り出てる時に外に出してるタックルボックスなんですけど、竿を立てて、はい、いろいろとハサミ、ペンチもこんな感じでいろいろと出してますね。このポケットとかめっちゃ便利やよね。めっちゃいい。おーよー、上はもうこんな感じで、ね、あの無造作に入っております。まあ、こっちにもハサミが入っております。いろんなところに。でこれが針類で、ね、はい、こういう小分けに綺麗にまとめておりますね。これ確かまるちゃんがまるちゃんがなんか買ったやつよね、確かこれ。タイラバの針につけてなんかするやつ、遠征で使ったやつかな。遠征の時に使ったブラックリアと思う。穴ずりするだけ、ね、下は主に平らばやね。重りとネクタイが入ってます。ネクタイは海遊と松岡スペシャルが多い、うんうん、そうやね、うん、こいつめちゃめちゃ年季入ってるめっちゃ使った。ハギハギなんか釣りやめるみたいな感じで、ネットオークションにこのセットがめちゃくちゃ安くで売ってたんで、落札しました。めっちゃあるよね。そう、やばっ。俳優もやし、松岡スペシャルもやし、これなんか一生分あるんちゃうかな、ね、うん、めっちゃあるよね。もう分からんぐらいいっぱいある、うん、となんか釣れそうね。ビンビンビン玉、うん、おすごい、見て、おー綺麗。俳優が多いかな。そうやね。これがマグロの針です。むっちゃでっかい、こんなん早く使いたいけど、こんなん刺さったら怖いよなんか全然マグロ行く予定とかなかったんけど、庄司さんに船もらって和歌山に行った時に思わず買ってしまって、うんうん、これマグロ釣るやつってなったねそうそう、思わず買ってしまったやつ。早く使う日が来ますように。平らばの針です。無造作ですね。無造作ですね。あれ、お買い得やから買ったんやね、きっと。絶対そう480円お買い得やったから。これ例のダイソー300円のタイラバ、これ重りだけ使ってさ、ストーからこんなことになってしまってるけど、よかったよね。よかった、うん、重りよかった。重りよかったよね、うん、まだ開いてない。オレンジだよ。オレンジもあるよ。釣れそうね。ジグサビキが出てきた。うん、ジグサビキはこっち側に、ね、ちょっとこっち側に、よし、入れてきてもらって、ゴミが出てきたあるあるやよね。掃除せばよかった。これもあのお買い得商品に入らばはい、ざっとタックルボックスの中はあんな感じなんですけど、ちょっとまるちゃんが面白いジグを買ってきたのでご紹介いたしましょうか。なんか名前がさ面白くてさ、タナジグさんのアイヤージグ、釣られてアイヤー、切られてアイヤー
でマジで後ろに書いてんねんこれ。いやこの子がまた可愛い。いや可愛い。ぽっちゃり。ぽっちゃり。ぽっちゃりさん。つられてあいや、切られてあいや。これちょっとおもろいな。なんかすごいなんかいい響きよ。これから切られたらあいやー言わなあかん。釣れてもあいやー言う。これ名前と色が可愛くって買ったんですけど、でこれ家帰ってちょっと開けてみたんよ、うん、ほんならここご覧ください。めっちゃリアルでホログラムがめちゃめちゃ細かくってすごいんよ。おままのイワシみたいやもん ね。すごいな、ほんまにすごいよね。なんかノリで買ったんですけど、帰ってからちょっと調べてみたら口コミもよくって、なんかタチウオとか結構いいみたいで。そうなんや。これマジでいいな。いいよね、ほんま。これでね、今日ねジギング行きたかったんですよ、うん、中国ノット吹いてますね。マジでこれすごいわ。すごいね。伝わるかな、伝わってほしいけど、ほんまにイワシみたいよこれ、うんうん、使うの楽しみや、うん、めっちゃ楽しみ。なんかジグとかさ、結構さ、いっぱいもらったりしたやんか。もらったりとか、店員さんに聞いて、うん、選んだりとかやから、結構なんか自分で選ぶって少なかったから、初めてかも。気合いしたいなぁ。ね、はい、ということで、今日ちょっと爆風で釣りに行けなかったので、急遽質問コーナーをやったんですけど、うん、あの、YouTube のコメントはもちろん、目通して、うん、はいなんですけど、あのまあインスタグラム、ツイッター、そういったものなので、うん、SNS 等もあのしっかりとコメントを読ませて、DM 読ませてもらってるんで、うん、こんなことしてほしいとか、うん、こう企画とか、うん、もしあったらどしどし送ってきてください。お願いします。あとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー。